こんにちは、メンズファッション研究家大山俊です。今回の動画では夏に活躍する3つの着こなしをですね、具体的に解説をしてみたいと思います。夏というのは着用点数が少ないので、なかなかコーディネートに迷いやすい季節かなと思います。皆さんもきっとどんな着こなしを楽しめばいいのか悩んでる方も多いのかなと思っています。今回ご紹介する3つのコーディネートというのはそこまでですね、難しいものではないので、比較的皆さんにもトライしやすいものが多いのかなと思っています。正直ですね、休日の着こなしというのはそこまでたくさんのバリエーションって必要ないかなと思います。今日ご紹介する3つの基本的なコーディネートを実践する中で、少しだけずらせばですね、さらに着こなしの幅が広げられるかなと思いますので、ぜひ参考にしていただきたいなと思っています。それでは早速いってみましょう。はい、まず1つ目にご紹介したい着こなしなんですが、今僕がやっているですね、コーディネートなんですね。少し解説したいと思うんですが、上に着ているのはちょっとゆったりめの T シャツになります。こちらは今季購入しましたユニクロ U の T シャツになります。エアリズム素材のもので、色はですね、最近新色として追加されましたグレーを選んでいます。すごくこれがいい色なので、僕はですね、一目惚れをしてこちらを購入しました。そして下に履いているのはこの YouTube チャンネルでもおなじみのグローバルワークのですね、エアカルイージーパンツですね。これは少しゆったりめのシルエットになっているリラックス系のパンツで、色はブラックで全身のバランスを引き締めるようにしています。そしてスニーカーはですね、エアマックス97を合わせています。すごくシンプルな着こなし方なのかなと思っています。ポイントはサイズ感なのかなと思います。 T シャツのサイズなんですが、サイズ感に関してはこちらのユニクロ U のエアリズムは最初からかなりたっぷりめのサイズ感になってるんですね。身幅も結構ゆったりとしていますし、袖幅もありますし、袖の長さもあるんですね。ですので通常のサイズを選んでもですね、特に問題はないんですけども、僕はいつもだったら S サイズを選ぶんですが、今回はあえてサイズを上げてですね、 M サイズを購入しました。これぐらいゆったりとしたサイズ感でしたら T シャツ1枚でも少し変化を取り入れることができるので、退屈すぎない見た目になるかなと思っています。結構 T シャツ1枚の着こなしって難しいんですよね。カジュアルになりすぎてしまったり、退屈に感じられたりするので、そういう場合はトレンド感があふれるようなサイズ感というところを意識してもらうといいかなと思っています。今季はユニクロ U のこのエアリズムのシリーズがもう傑作なので、これを取り入れていただくのが一番身近でいいかなと思うんですが、今回はこちらのグレーで全身をモノトーンでまとめています。 T シャツ1枚のスタイルなので、カジュアルになりすぎないようにですね、モノトーンコーディネートを意識しました。そして全体のシルエットなんですが、上が結構ゆったりめなので、ボトムスはですね、決して細身というわけではないんですが、ももですとかお尻周りにはゆとりがありつつ、膝下からちょっと細くなるようなテーパード型のものを選んでいます。そうすることで上がゆったりで、ボトムスはやや細くなっていくような Y シルエットというところが実現できるのかなと思っています。そして足元なんですが、ブラックなんですけども、パンツの丈が少し短いことで肌が露出するんですね。この肌が見えることで色がつながらないので、そこまで重たくなりすぎないかなと思っています。このような着こなしというのは非常に使いやすいので、皆さんにもトライをしていただきたいなと思っています。そして毎回のことなんですが、着こなしがシンプルになりすぎないように、露出する腕元にはですね、このような時計ですとかアクセサリーを添えてあげると着こなしの良いアクセントになるかなと思いますので、ぜひこちらも含めてお試しいただきたいなと思っています。そしてこちらのコーディネートを軸にしながら、少し着こなしをずらすこともできるんですね。例えば T シャツの色を変えてみるというのも一つの選択肢かなと思っています。僕はグレーのものを着ていますが、結構ユニクロ U の T シャツカラーバリエーションが多いので、例えば先日ご紹介したライトブラウンを取り入れてみるのもいいかなと思いますし、思い切ってプリントのあるものに変えてみるのも良いのかなと思います。こちらでご紹介しているような少し大胆なプリントの入ったもので、着こなしにアクセントを添えてみるのもいいかなと思います。T シャツ1枚で着るときにはサイズ感はややゆとりを持たせるというところだけ気をつけていただければ、こういった着こなしでも今っぽいスタイルというのが実現できるのかなと思います。ぜひ皆さんも試していただければなと思っています。はい、着替えてみました。続いて2つ目のコーディネートをご紹介したいと思います。まず上半身には半袖のニットを着ています。こちらは今季購入したナノユニバースのものなんですが、上半身ですね、先ほどは T シャツという着こなしをしたんですが、それは
それでもちろん今っぽくていいんですけども、もう少し大人っぽく見せたいなという場合は、同じような T シャツのシルエットでも素材を変えてみると全然見え方が変わるかなと思っています。今回着てるのはニット素材のものなんですね。最近はですね、このようなニット T シャツというのが一つのジャンルとして確立されてきてるのかなと思います。まあ、T シャツに比べると上品な雰囲気が出やすいので、僕たち30代40代には比較的似合いやすいアイテムなのかなと思っています。白の T シャツを1枚で着るというのも清潔感があっていいんですが、やっぱりどうしてもシンプルになりすぎてしまうので少し変化球が必要かなと思うんですね。その際にこのようなニット素材のものを選んであげるのも良いのかなと思っています。ボトムスに関しては先ほどと同じエアカルイージーパンツですね。これがですね、一度履いちゃうとやっぱりやみつきになるんですね。とにかく薄手で軽いんですね。それでシルエットもですね、細すぎずに太すぎないというすごく絶妙なバランスなので、僕たち30代40代世代にはすごく使いやすいパンツなのかなと思っています。そして最初からですね、丈も少し短めになってるんですね。首丈ぐらいになっているので、靴とボトムスの間に肌が露出するんですね。これがあるかないかで全然違いますので、ぜひ皆さんにもですね、エアカルイージーパンツは履いていただきたいなと思っています。そして今回足元はですね、先日購入しましたリビエラのスリッポンスニーカーを履いています。このような少し透け感のあるものをスニーカーで選んでみると、夏らしい季節感が出せるのかなと思っています。ちょっと全身でお見せしたいなと思います。こんな感じですね。まあ、このようなニット T シャツに関してはあまり緩さのあるものではなくて、自分のジャストサイズを選ぶようにしています。まあ、ビッグシルエットが今トレンドではあるんですが、このようなジャストサイズというのが NG というわけではなくて、僕たち大人の男性にはこのようなジャストサイズというのもこれはこれで似合いやすいのかなと思います。ちょっとビッグシルエットが苦手な方はこのように上下ですね、ジャストサイズで選んでみるというのも良いのかなと思っています。この着こなしを軸として少しバリエーションを増やすとしたら、例えばボトムスをですね、ブルージーンズに変えてみる。これも一つの案なのかなと思っています。ブルージーンズというのはカジュアルなアイテムなんですが、上半身のニット素材で少し綺麗さを取り入れてあげると僕たちの年代でも合わせやすいのかなと思っています。または上のニット T シャツを白ではなくてブラックですとかネイビーのようなもので引き締めるというのもバランスがいいかなと思いますので、ぜひそういった形でバリエーションを増やしていただきたいなと思っています。はい、着替えてみました。続いて3つ目のコーディネートをご紹介してみたいと思います。まず上に着てるのは今季のユニクロのオープンカラーシャツになりますね。こちらはブラックを選択しています。その下には丸首の白 T シャツを着ています。まあ、僕はサタデーズの T シャツを着ていますが、こちらはユニクロですとか無印の T シャツで十分かなと思いますので、丸首のものを着てあげて少しですね、この首の間から覗くようにしていただくと良いかなと思います。そしてボトムスにはブルージーンズを合わせてみました。こちらはユニクロの定番ですね。僕の場合は痩せ型なのでスキニーフィットを選んでいますが、まあ、程よく色の抜けたですねブルージーンズを合わせてあげると良いかなと思っています。まあ、今回の着こなしの主役というのはこのオープンカラーシャツなのかなと思います。まあ、ここ数年のトレンドアイテムなんですが、ようやくですね少しずつ定番化してきてるのかなと思っています。 T シャツに比べると半袖ではあるんですが、襟がついてる分きれいめに見えやすいので、ぜひ皆さんにもトライをしていただきたいなと思っています。このようなオープンカラーシャツというのも様々なサイズ感があるんですね。ちょっと大きめに今っぽく着るのも僕は好きなんですが、今回はオーソドックスに定番的なサイズ感を選んでいます。僕は普段ですね S サイズを選ぶことが多いんですが、こちらも S を選んでですね、割と細身のシルエットを作るようにしています。ちょっと立って全体をお見せしますね。こんな感じです。上も下もですね、割とジャストサイズを選んでいるので、アイシルエットという形になっているかなと思います。このようなシルエットというのは決して今っぽくはないかなと思うんですが、まあ、定番的で大人の男性には似合いやすいのかなと思っています。結構ですね、ビッグシルエットに関しては賛否両論があって、10代20代に関しては鉄板で似合いやすいかなと思うんですが、30代40代の男性にとっては少しハードルの高さを感じる方も中にはいらっしゃるのかなと思います。決してですね、ビッグシルエットが旬だからといってタイトなシルエットというものが NG というわけではないので、まあ、今回の着こなしのようなアイシルエットというものもぜひ皆さん取り入れていただきたいなと思っています。そしてこちらの着こなしも同じなんですが、どうしても腕が露出するので手元に何かないとですね、寂しく映ってしまうので、時計ですとかアクセサリーを加えていただきたいんですね。あと夏場に関しては、今ここにかけていますがサングラスというのも一つのアクセントになるのかなと思います。僕はサングラスを実際に外にかけて出かけることも多いですし、かけない時にはですね、こういった形でオープンカラーシャツの胸元にですね、刺してあげると程よいアクセントになるのかなと思います。外に出る時にはですね、このようにかけてあげると、これまたですね、着こなしにおいて少し変化を取り入れることができるかなと思うので、夏場のサングラスというところも皆さんにご活用いただければなと思っています。
この着こなしをベースに少しコーディネートの幅を広げるとしたら、ボトムスを変えてみるといいかなと思っています。例えばブラックジーンズにしてみて、全身をモノトーンでまとめるのもかっこいいかなと思いますし、最近は白パンがまたですね旬になってきてますので、上がブラックですとかネイビーで、パンツがホワイトで、コントラストの強い着こなしというのを楽しむのも良いのかなと思っています。まあ、一つのコーディネートからも結構横展開ができるので、皆さんもぜひお試しいただければなと思っています。はい、ということで今回の動画では夏に活躍する3つの着こなしについて解説をしてみました。どれもですね、ユニクロですとかセレクトショップで購入できるアイテムばかりなので、ぜひ皆さんにも試していただきたいなと思っています。まあ、今回のポイントなんですが、シルエットがそれぞれの着こなしで変わってくるかなと思います。1つ目のコーディネートでは、少し大胆にサイズ感を大きめにすることで今っぽい着こなしというところを実現をしてみました。そして2つ目のコーディネートでは、上はジャストサイズで下はややゆったりというところで、少し A シルエットを意識したような着こなしにしてみました。そして3つ目の着こなしでは、上も下もジャストサイズというところで細身の着こなしというところを実現しました。このようにサイズ感という軸で考えてみても、様々な正解の形があるんですね。ぜひ皆さんには一つのシルエットというところに偏るのではなくて、様々なシルエットというものを試しながら着こなしにバリエーションというものを作っていただきたいなと思っています。僕自身はビッグシルエットが最近自分の中でのマイブームなんですが、そういうものだけをしているとどうしてもですねマンネリ化してくるので、今回のコーディネートのように細身のシルエットというものも定期的に楽しむようにしています。ぜひ今回の3つのコーディネートというところを一つの軸としながら、夏の着こなしを楽しんでいただきたいなと思っています。以上、スタイリストの大山俊でした。よかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いします。